どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はですね、虹色音声600回目ですね。ボリューム600ということで、音声の方もなかなか、コンスタンスにね上げているんで600まで来ました。まあ相変わらず最近は車の中で撮ってることが多いんです。職場のね、休憩中を利用して今も撮ってますけども、まあとにかく暑いので、ちょっと窓っていうかドア開けてます。ちょっと死んでしまいそうなんで、そんな中お送りしていこうかなと思います。まあ今回600回ということで、まあちょっといつもと違う感じの何かないかなと思っていて、前からやりたいなと思ってたことがあったんで、それをちょっと引っ張ってきました。今回は CD ジャケット、よくジャケ買いとか言いますけども、好きなジャケットは何っていう、僕はこれですっていう話をします。はい、どうでもいいあのですね、まあ、今回アルバム編ということで、アルバムのみピックアップして、僕の好きなジャケを、語りたいと思います。まずあれですね、一番好きなやつ、もうね調べてないです、一切。もう僕の記憶の中に留まっているだろう、もう一番好きなのは多分記憶の中にあるから好きなんだろうっていうふうに思ってるんですよ。なのでそれを単純に発表しますね。はい、ミスターチルドレンですね、 It's Wonderful World、これです。これが一番好きかな。まあ、写真出てますけどね。もう等温記号になって。地球が、こう、根っこみたいになって、花が咲いてるっていう。これは素敵だなって思いましたね。最初見た時に。そう、10周年の時に出したオリジナルアルバムで、なんかすごく、まあ、それにも合ってるし、なんかその音楽っていうものを、まあ、ものすごく客観視した時にこうであれたらなっていうその形っていうか、うん、それをすごく素敵に描いてくれてるジャケだなっていうふうに思っていて、僕は大変好きです。ミスチルのアルバムは基本的にみんなジャケ好きなんですよね。まあ、もともとミスチルが大好きだからそうなってしまっているっていうのもあるんですけども、まあ、センスがすごくあるなみたいなふうには思っていて、うん、すごく部屋に置いときたいジャケっていう感じなんですけど、特にこの It's Wonderful World が僕は一番好きかなっていう感じです。はい、以上ですでもですね、まあ一番好きかどうかは置いといて、語りたいのがもう二つあってですね、一つはゆず一家、これが結構好きなんですよ僕。はい、あの二人が畳和室かどうか、そのね、どこに座って後ろにすっぴんとか習字で書いてるやつで、アニメーションがあって、ゆずの、キャラクターですか、まあ、家族が出てきてる感じだからね、まあ、これね最初のフルアルバムなんですよ、ゆずのメジャーで。まあゆずって今でこそこういろんな楽器を取り入れてるし、多彩な感じでやられてますけど、最初はこのフォークっていう結構素朴な音を中心にしてたし、日本語を大事にしてたんですよね。英語使わないっていうやり方。それもあって、このゆず一家の雰囲気、うん、曲に合った、ジャケだし、その、まあ、歌詞カードもちょっと、ゆず家のこの写真をこう、もうなんか、あの感じがすごい好きなんですよね。うん。で、アニメーション、を使ってるのは基本的には好きじゃないです僕は、うん、自然なままの感じをいかにこうどう表現するかっていうのに結構重視するタイプなんですけど、それがすごく合っている。だからアニメもしていない、こうアニメもうまく取り入れたなっていう感じが、あの僕の中で評価高いんですよね、うん、素朴な感じもあって、なのにアニメーションも使っている、でも変じゃない、そして素朴な感じが出ている、アルバムのその曲たちに反映されているっていうところで、すごくなんか親しみが持てる、このジャケもこのアルバムの要素としっかりなり得てるっていうところがすっごい好きなアルバムのジャケです。はい、アルバム自体もすごく名作だと思ってます。はい、あともう一枚はですね、ディーンです。はい、ディーンのですねシングルスプラスワンっていうアルバムがあって、これはディーンの3枚目のアルバムなんですよ。ベストなんだけど3枚目。だからオリジナルアルバムのディーン1枚目出して、I Wish を出して、
もうすぐベスト出しちゃったんですよね、ディーンは。うん。で、このアルバム何が好きかっていうと、まあ、多分他のアーティストもやっているだろうとは思いますけど、僕が当時これを買った時にですね、まあ、扉がこうあってね、その奥にはこう道があるっていう感じの、まあ、至ってシンプルなジャケットなんですけど、これ開いていくと、まあ、これ全部はちょっとお見せできないんですが、写真ないんでね。どんどん、この写真、最初のジャケが、次のジャケに、ジャケの、遠巻きになっている。またさらにそれが、このディーン4人が写ってるのが、また別なとこで、また別な写真でちっちゃくなっている。またそれがちっちゃくなっている。で、どん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 これ繋がっていってる感じなんですよね。それが、まあ、僕的には面白かったっていうので、ベストで、なんか、ディーンが、まあ、当時すごい大ファンだったので、すごいいい感じで、こう、3枚目にして、こう、いろんなディーンをこう、露出してきた感じっていうか、当時はあんまりテレビも出なかったし、うん、どっちかといえば謎な感じ、メディア的にはね、うん、っていうのもあったから、ファンとしてはちょっと嬉しかったっていう。ところと、うん、まあ、なんだろうな、ビーイング系ってあんまりこう、遊びをしないっていうか、どっちかといえばこう、真面目な、その撮影にしても、ジャケットにしても、結構真面目でシンプルな感じが多いんですよ、ね。こだわらないっていうか、うん、凝った演出しないっていう感じかな。うん、ザードしかり、ティーボランフィールドオブビューしかり。だけど今回のこのシングルスプラスワンは結構僕の中では凝った、うん、感じが逆に際立ってたっていうので好きです。はい。というわけで、以上ですね。他にも語れば結構あるんですけど、まあ、あまりやりすぎると結局どれなんだってことになるんで、3つに絞りました。はい。一番好きなのは It's Wonderful World。はい。ミスチルのね。これがやっぱ一番素敵なジャケットだなって思います。はい。というわけで、600回記念ということで、最後まで聞いてくれてありがとうございました。いずれ、どっかで、シングルもやります。はい。シングルのジャケで一番好きなやつ、とか気になるやつとか、印象に残ったやつ。なぁ、まあ、今、まあ、パッと思い浮かぶのはありますけど、次に撮っとこうかなと思います。というわけで、この辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。さようなら。